シスト効果の、ファシストの効果の影響を得られなくなった。え、ファシストが、え、何、ファシスト弱くなってる、もしかして。クーデター先導9、じゃあ 80% か今。やべえ、もうすぐ9月か。安定度、安定度 39% になってきたね。やばい。でも押してきたるよ、あとちょっとでミスク攻略できるかも。ああもう参戦要請すげえから、もうじゃあ分かったよ、じゃあ参戦するよ。お前、インドの戦争とか興味ねえけど1ミリも。まあ戦線布告しとくだけでいいから、俺たち何もしなくていい。ほんとか、何もせんでいいっていうやつ大体詐欺やぞ。だってお前それ、大体パキスタンとの距離見てみろよ。そうだそうだ、気にすんな気にすんな。イラン、アフガニスタン、イラク、トルコが挟まってんだぞ。まあ多分フランス領土を分取ったんだと思う。よし、俺もなんか食おう。よし、みんな、ちょっと、リガワンの方、エストニアを見てくれ。何、まあ、ちょっと待って、ちょっと待って、今。あれあれ強襲上陸 今頑張ってる。強襲上陸、強襲上陸か、そう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 。おお、イタリアさん、あ、おお、イタリア、イタリアリケ、よっしゃ、いけーどけ、かっこよ、かっこよ、ぶち抜け、いけ、ぶち抜け。90なんだけど。90。いや、これは、リが上陸作戦。手伝ってやりてえけど、手伝ってやりてえけど、海ねえから手伝ってやれねえわ、ごめんな。イタリアぶち抜け、ぶち抜け、ぶち抜け。これやばいんじゃね、援軍来たら終わる。いや、大丈夫、援軍来ても、援軍来ても、敵の戦力を少し削ることができれば、前線の戦力を。ワンチャンあるんじゃない、これ。甲子園の外野のおっさんルーマニアに現る。そらそうやろお前。もうやったー、うん、おっすごい、パキスタン終わった。パキスタン負けた。なんか知らない間にパキスタン負けてた。それ手伝ってやりてえな、どうにかして。よし行け、レニングラードまで突っ切れ。それはちょっと無理じゃね。外野で強えなん、やめろ。イギリスが上陸しました。おいおい、お前武器よこせよ、おい。レンドリースせえよ、お前。いや、でもここら辺がもう構成限界だし。よし。レンドリースガンガン要求していくぞ、お前。ガメつくいくぞ。いや、でもなんか、ベレニスの方まで刺してるから、今、ドイツが。ほう。ああ。上じゃなくて下に行く方がいいかも、もしかしたら。ここで上で敵を引きつけてる間に。まあ、リガを失わんかったら補給はなんとかなるから。リガだけ守り続けられる、ね、今タリンの港も確保したから。ああそれはオッケーやね、それはいいね。やべ、あかんわ、さすがに湧き出てき、お前ら何しだもん。あー北部戦線が、あーバルト海戦線が、いやいい戦いってたんだけどな。俺も支援したかったからさ、ダメでしたね、うん、痛いけなルーマニアしようとし、カニパンゲンスに領土割譲しような。なんでですか。いや、さっきのあのリガワン強襲作戦で、はい、あの、はい、戦死者数が15万人から25万人ぐらいになった。ちょっと待って、イタリアさん、え、異常に死者数増えてない、なんかもう。そらだって今、今、まさしく激戦してるもん。いやー、今、地味にリガだけは守ってるからな。攻勢がかけられねえ。てか、かけたけど、かけたけど、勝ち目ないねん、これ。圧倒的不利やねん、これ。どうしようもないね。どうしようもないね。どんだけいんねん、ソビエト君。お前、ええ加減にせよ。嬉しいなぁ。あと何手段ぐらいいるんだろう。25万。え、イタリアがついにうちの戦死者数超えてるやん。なんだこのイタリア、好感持てるぞ。うち裏切らなさそうだ。内戦誘導作戦どうなってるかというと、99%。めっちゃいいやつ。じきに内戦起こるんじゃねえじゃん。来るぞ、来るぞ。どこどっかでクーデター起こるぞ。つかさ、俺のディスコード送ったの見た？写真。待って、見てない。見てない。ちょっと待って、今見る。なんか待って、なんか。よし！よし！ロシア帝国！ロシア帝国！ロシア帝国だー！やった！よし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 ！誰？誰？サリグラム陥落。きたー！いけいけいけ！頑張れ頑張れ！頑張れ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 俺たちも頑張んなきゃ。そうだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、これちょっと待って、あれでも前線来たぞ来たぞ、おい秒で死にそう。ロシア帝国頑張れ、前線からちょっと食い破れ食い破れ、内から食い破れ。
よっしゃ、南敵がちょっと引き抜けて、お前が頑張れ。違う、俺たちも俺たち俺は頑張ったよ。俺は頑張ったよ。わしが一番頑張ってんだよ。いや、俺めっちゃ人死んでんねんって。もう人死には言い訳にならんぞ。この国力でこんだけ人死んでんねんぞ。おい、いや、人死にはするだよ。このまんまリガまでくっつけてえな。頑張って、これいけるんじゃね。これ来てるでしょ。俺ら北部頑張ってるじゃん。可能性を見出すぞ。俺ら頑張るぞ。戦車師団ちょうどって溶接でゴツゴツして、やばい、リガ湾が壊滅したろうが。かわいいやろ。いや、でもマジで押してるな、上の方。イオン・アントネスク元帥が今舞台を再編中なので、アントネスク元帥に全てをかける。俺は誰やねん。誰や。なんかね、ルーマニアのファシスト系の軍人でね、まあ、結構叩かれてる人。草。うん、割となんかナチとかと結構仲良かったので叩かれてますね。ゴムは足りるようになった。よかった。アルミニウム足りねえからアメリカからもらう。とりあえず川、よっしゃ、取り返したお前の領土。師団の横についてるビックリマークは多分消耗してるんで、今再編中ですね、舞台を。お前の領土をちょっと取り返して頑張ってんの。 ありがとうございます。俺も舞台は、とりあえず新兵部隊派遣したから。クーデター起きてよ。ロシア帝国が急に発生したから、これ。でもロシア帝国めっちゃ早く食い破ってる。いや、すげえ。これはロシア帝国の力で頑張ってもらおう。これはこれでモスクワまで行けるんじゃね。さらに良しはずがある。アメリカのファシストがそろそろ 50% 行く。俺インドよりも戦争貢献度低いっていうのがちょっとショックない。え、なんで。おかしくない、それ。インドなんかしたか。多分インドが下から食い破って、食い破ってんのか。食い破るってるか爆撃してるかじゃない、やっぱり。これ、俺 1% だよ。でもなぜか俺の戦争貢献度は 2% に下がってきたな。しばらく兵力がちょっと衰退して何にもしてなかった。終了です。終了。終わったんだ。終わりですね。なんでやろうな。米ソ強、米ソ強。これだからアメリカはよ。アメリカ。